塩霊トンネルは、長野県塩尻市と岡谷市の間にある、塩見沼を貫通する、東日本旅客鉄道中央本線のトンネルで、全長5994メートル、全区間が伏線である。中央本線の岡谷駅と緑港駅の間に存在する。このトンネルが開通する前は、岡谷駅から塩尻駅間は、辰野駅まで何下し迂回していたが、 1983年のトンネル開通ごその必要がなくなり、距離、所要時間が短縮された。岡谷塩尻間は、辰野駅経由など、約2 8トルであったが、約1 6トル短縮されて、約1 2トルになった。塩霊トンネル付近の路線図潮霊トンネル付近の、路線網の歴史もともと中央本線建設当時から、トンネル掘作を含めた、 塩ールートの構想はあった。この塩ールートは、糸井川静岡構造線という大断層の上にあるが、それ以前の問題としてトンネルにした場合には、領海工部の高度差が大きい。現在のような全長 6km にも及ぶ変更配のトンネルを直線上に掘削する工事は、明治6月の技術では大変困難であった。実際、 総延長4656メートルの中央本線笹子トンネルが貫通したのが1902年、9702メートルの上越線清水トンネルが貫通したのは、さらに下って1931年のことである。また、勾配の連続するトンネルでは、運行についても当時の蒸気機関車では乗務員の窒息事故の危険が付きまとう、安全面での大きな問題もあった。 同様に、建設当時の技術で、仮に、中山道に沿った、塩峰越えのルートを考えても、峠の頂点にはトンネルが必要で、さらに前後に究極性や急勾配をいくつも挟んだり、場合によりループ線が必要とあり、やはり蒸気機関車での運行を考えると、機関車の性能面や安全面から、およそ非現実的であった。一方で、塩峰南側の伊那田出身の大騎士、 伊藤第八からの働きかけなどがあったこともあり、中央本線開通時は、天竜川及び横川川沿いをたどる辰野駅経由の路線として建設された。そのため、支線区間を第八回りと呼ぶことがある。しかし、中央本線の旅客需要が急増すると、スピードアップのため1970年代から、塩レールートによる路線短絡が検討され、 最終的に高い乗降実績のある岡谷駅を通る原行ルートに決まった。しかし、岡谷市内の用地問題の解決に時間を要し、結局1983年に国鉄は約6キロメートルで全区間伏線の塩ートンネルを開通させた。これにより、ほとんどの優等列車や松本以南が快速化した急行天竜の中央東線発着編成は、 新線経由となり、辰野駅を経由する優等列車は、飯田線直通の急行、アルプス、駒金の3往復のみとなったが、1986年11月には、飯田線直通急行も廃止され、従来は、塩尻駅で分割併合した、かもしかも、岡谷駅で分割併合して塩霊トンネル経由となった。そのため、 急線の内岡や辰野間は事実上飯田線と一体化し、辰野塩尻間は日中炭鉱の電車が往復するローカル線と化した。なお、2002年12月1日のダイヤ改正で唯一同級線を走っていた夜行急行アルプスが廃止されたため、中央東線の優等列車は臨時列車を除き、すべてレートンネル経由となった。 第4期の火災流からなる塩レール遺草の掘削中、毎分10トンを超える異常出水が発生し、工事は難航した。異常出水に伴い、トンネル直上にある火事地区の簡易水道水源の湧水の減量、さらに枯渇が発生した。ありがとうございます。